富士山のふもとでゆったりとキャンプと音楽を楽しめるイベントが今日から富士市で始まりました。富士市川崎の富士山子どもの国で今日からスタートしたのはキャンプフェスの富士山二十三です。初日の今日はあいにくの雨となりましたが、およそ2000人の来場者でにぎわいました。多くのアーティストが出演する音楽ステージのほかに、ゆったりと過ごせるキャンプエリアや 親子で楽しめるワークショップなども充実。このイベントは明日まで開催しています。